また新しい SIM カードが到着しましたので紹介したいと思います。今回紹介するのはこちらですね。日本 SIM です。 こちらのシムカードは、まあ以前にも紹介している、まあプリペイトシムになります。で、プリペイトシムっていうとね、皆さんどういうイメージ持たれるかなと思いますけれども、やっぱりね、訪日外国人向けのシムカード、まあ日本に旅行とか出張でね、来た外国の方がですね、まあ日本で一時的に使うシムカードってイメージあると思います。まああるいは逆パターンですよね。まあ私たちが海外のね、外国に行った時に、まあ現地のシムカードを購入してですね、まあその出張の間とか、まあ旅行をね、観光してる間だけ使うシムカードっていうね、まあそういった短期間で使う。 一時的な SIM カードっていうね、イメージあると思いますけれども、まあ最近ですね、このプリペイト SIM が結構ですね、いろんな種類があって、えー、充実してきているんですよね。で、中にはそういったね、まあ通常の契約型の格安 SIM よりも、まあはるかに魅力的で、結構使いやすい。それでいてね、プリペイト SIM なんで買い切りなんですよ。買えばそれでおしまいなんですよね。まあそういった非常にシンプルなまあ、料金形態が受けてですね、結構 こうね、使いやすいんじゃないかなと思います。で、今回紹介する日本シムもですね、まあ以前にね、日本シム同じね、えー、ところのシムカード紹介しているんですけれども、さらに新しくなってね、使いやすくなったシムカードになっています。料金のもね、若干割安になってますんで、まあその辺のね、魅力を含めて紹介していきたいと思います。まあさらにですね、このね、日本シムのちょっとお得なね、キャンペーン情報も合わせてね、紹介したいと思いますので、まあぜひね、動画の最後までご覧ください。それではですね、プリペイトシムのメリットということで簡単にまとめてみましたので、 でプリペイトシムので、ね、まあいいいいとところを紹介したいと思まますまずは、契約不要ということですね。やっぱりその買い切りタイプ、そのシムカードを買えば、そのまま使えるっていうことで契約とかが必要ありませんので、面倒な手続きがあの必要ありません。あと、ま、あ審査不要ってね、最近ね、えー、格安シム契約するとクレジットカードの審査で落ちて契約できないっていうことがありますけども、まあ、そういったこともありません。あと、初期手数料とかね、 シム発行手数料が不要ということで、まあ一部の格安シムではですね、のその契約した時に事務手数料ということで、まあたい3300円ぐらいね、えー、料金が発生するところがありますけれども、そういった手数料とかね、あとシム発行手数料でもあったりしますけど、まあそういったものが、あまあいらないということですね。まあそれも含めて、そのね、シムカードの価格に入っているというものになります。で次は解約不要ですね。当然契約をしていないので、解約は不要です。で、まあ最近はね、その解約金みたいなものはありませんけれども、 まあそういったものも不要ということです。で、あと契約するね、そのシムカードって、一応あれね、シムカードを借りてるっていう状態なんですね。だから解約した時には返却しなきゃいけないんですけれども、その返却の手続きも不要ですし、当然返却するときはね、その切手代とか、まあ郵送するんであれば切手代とかそういった費用が必要になりますけれども、そういったものも必要ありません。で、次は買い切りで追加料金なしということで、まあこれは何度も言ってますけれども、とりあえず買えばそれでおしまいなので、 ま、あとでね、え、プラスアルファ料金が発生したりですね、まあ、請求されたりすることは一切ありません。で、最後はね、a z o n で手軽に入手可能ということで、まあ、プリペイトシムはですね、この日本シムを含めて結構 Amazon で販売をしています。まあ、いろんな種類販売していますね。で、a z o n で購入できるということは、要はですね、今日注文すると明日届いちゃうんですよね。で、明日から即使えるわけです。まあ、さっき言ったね、審査に落ちたりすることもありませんので、本当に今日頼めば、 明日とかね。まあ場所によっては明後日っていうところもあるかもしれませんけれども、まあ要はすぐね、本当に短い短期間でその通信環境をね、整えたいという方には非常にね、便利な SIM カードになっています。 それでは次はね、プリペイトシムのデメリット行言ってみたいと思います。まずそれはですね、データの、ね、残量が分かりにくいというのがあります。まあ契約型のシムカードは当然契約してね、まあ自分のマイページって言いますか、管理ページみたいなものができますので、まあそこで契約内容とか、残りのデータ通信量とか、あるいはどのくらいデータを使ったかとかね、そういった記録が見れたりするんですけれども、やっぱりプリペイトシムは契約をしていないので、そういったマイページが存在しないんですね。 だから、今自分がね、どれだけのデータを使ったのか、あるいはどれだけデータが残っているのかというのが、基本的にはそういったね、マイページみたいなところで確認することができません。まあ、ということなので、基本的には端末側ですね。例えば、アンドロイドのスマートフォンに入れているんであれば、スマートフォンのそのデータ通信量をね、記録しているところがありますんで、まあ、そこで、まあ、おおむねって言いますかね、大体になりますけれども、まあ、ざっくりとしたデータ通信量をそこでまあ確認するということになります。 まあ、あとはですね、プリペイトシムカードってね、まあ、有効期限があります。まあ、いつまで使えますっていうものが多いんですけれども、その有効期限がやっぱ分かりづらいんですよね。それはやっぱりマイページがありませんので、で、大体そのシムカードを購入するといつまで使えますとか、まあ、そういったシールがね、シムカードに貼ってあったりするものが多いと思うんですけれども、まあ、いずれにしてもですね、そういった管理ページがありませんので、そういったね、いつまで使えるかっていうのを忘れてしまったりね、あるいはパッケージを捨ててしまったりすると、ちょっといつまで使えるものだったのかなというのが分かりづらいというところがあります。 あとはですね、当たり前ですけど、プラン変更とかね、そういったものはできません。だからデータ量が足りないからといって、途中から増やすということは、まあできないということになります。あとはですね、まあプリペイトシンはね、まあ有効期限があって、もう一つは当然そのデータ通信量ですね。まあデータ通信量が、まあ例えばね、何ギガバイトでいくらっていう感じで購入しますんで、そのデータをね、データ通信量を使い切るとですね、通信がストップしてしまいます。 ま、要は、いきなり切れるわけですよね。まあ、そのね、えー、決まった、購入したデータ通信量を使い終わった時点で、まあ、使えなくなってしまうということです。まあ、ただですね、これ最近はですね、そのね、データ通信量を使った後も、一部の SIM カードでは低速通信ができるようなプリペイド SIM も出てきています。まあ、これは非常に便利ですね。まあ、確かに低速にはなりますけれども、全くデータ通信が使えないのとでは、運営の差がありますんで、やっぱりですね、これからね、プリペイド SIM を選ぶと、ね、購入するという方は、 低速通信が使えるもの、例えばデータ通信量を使っても、その後ね、低速で使えるものをお勧めします。で、もう一つはね、まあ、データシムしかないですね。まあ、一部 SMS が付いているプリペイトシムカードってありますけれども、まあ、ほとんどデータシムになります。まあ、SMS 付きとか、音声通話付きのプリペイトシムカードってのは、まあ、ほとんどないですね。まあ、非常に選択肢は限られていると思います。えっと、今ですね、プリペイトシムカードのメリット、デメリットを紹介させていただきましたけれども、 まあそれではね、次はね、この新しい日本シムのメリットを紹介していきたいと思います。この新しい日本シムはですね、さっき説明したプリペイトシムのデメリットという部分をね、まあかなり改善したプリペイトシムになっていますので、えー、紹介していきたいと思います。で、今回新しくなったこの日本シムね、海外ローミング版ということになりますけれども、まずですね、これちょっと珍しいのが、海外の大手キャリアのローミングを使って、ドコモ回線を使っているんですよね。 まあ通常ね、プリペイトシムっておそらくその日本国内でやってるものは、まあよくある IIJ とかのね、要は MVNE に IIJ を入れてサービスを提供してるっていうものが多いと思います。ということは、まあ結局のところ格安シムと同じっていうことだと思うんですよね。まあただこれは、そのね、海外の大手キャリアから ローミングでドコモ回線を使うことによって、ま、安定した回線品質を確保しているというね、ちょっと新しい仕組みになっています。なんでしょうね、急がば回れみたいな感じで、一回海外に行くから、日本のドコモを使うっていうようなね、そういったものになっているようです。で、あとでね、実際そのシムカードありますんで、その辺のね、品質っていうのを見ていきたいと思います。で、さらに、メリットですね。データ通信量がね、超過した後も、使用期限内は最大 128kbps で通信が可能です。 要は低速にはなりますけれども、全くね、えー、データ通信ができなくなるということがないんですね。で先ほど言った通り、あのプリペイトシムはね、使用期限といいますか、いつまで使いますよっての決まってますんで、その期間内であれば、そのデータ通信量、例えば最初に15キャバイトを購入したとしても、それがなくなっちゃった後も一応低速では運用できるんですね。で、この低速っていうのは私でね、まあ、私のチャンネルで何回も 128kbps のー速度テストってやってますけど、まあ、LINE のトークとか、 ラインのね、音声通話とか、あとナビですね。まあナビも、その、ルート検索とかちょっと時間かかりますけども、実際のナビゲーションって言いますかね、そういったものは特に問題なく利用できますんで、まあなんでしょうね、最低限の通信環境としては1 2 8ロ b p s であれば、なんとか使えますんで、まあそういった部分で、さっき言った通りね、全く使えないのと、128kbps で使えるのは全然ね、違いますんで、まあそういった部分では、その、いきなりね、あの回線が切れてしまうということがありませんので、これは非常にいいと思います。まああとですね、 リマインダー SMS ということで、これもすごく珍しいんですけれども、まあ、開通手続きをした後に、一応ね、ショートメッセージが来て、えー、ちゃんと開通しましたよっていうのがわかるらしいんですよ。今までね、こういったプリペイドシムって、ま、シムカードで a p n 設定をして、まあ、通信ができてれば、一応開通したんだなっていうことで、まあ、はっきりとはわかんないですよ。まあ、使えてるからいいやっていう感じなんですけども、一応これはですね、そのね、開通手続き完了のお知らせが来るということです。で、まあ、これはね、ある種開通するときだけなんですけども、 やっぱり今回ね、非常に嬉しいのは、このね、容量リマインダーっていうのがあって、これはさっきね、そのマイページがなくて、えー、プリペイトシムってね、そのデータ残量がわかんないし、さっき言ったみたいに、いつね、そのシムカードがー終わってしまうのかっていうか、なかなか掴みにくいんですね。データ通信量がいくつ使ってるかってわからないので、まあそれを改善するために、これがですね、容量が少なくなったら、ショートメッセージで教えてくれるんですよね。 これも非常にありがたいですよね。あとはですね、一応料金が若干安くなりましたね。え、あとで料金の説明しますけれども、今までもね、日本シムではプリペイドシムやっていましたけれども、で、さっき言ったね、IIJ を使ったあシムカードもあったと思うんですけども、まあ、それ以来に比べると、いくらか安くなってますね。で、こちらがですね、リマインダー SMS になります。で、こちらは開通手続きなんで、まあ、これは開通した時だけになりますけれども、まあ、やっぱり嬉しいのはこっちですよね。えー、データ残量がわずかですということで、 データの残量が30%と10%を切ったタイミングで2回ね、通知してくれるということです。だからまあ70%を使った時に一度ショートメッセージで今70%残り30%になってますよっていうまあお知らせが来るっていうことだと思います。で90%ね、えー、残りが10%になったらここですね、累計90%のデータをご利用されましたということでまあこういった通知が来るので、さっき、さっき言ったようにですね、あのマイページとかがなくても ま、おおむねですね。まあ、ざっくりですけれども、ね、あとどのぐらい使えるのか、あとどのぐらい残ってるかっていうのを、一応2回ね、SMS でお知らせしてくれるというものになります。で、こちらのですね、今回ね、新しく発売された日本支部のね、海外ローミング版ですけれども、一応3種類あります。料金の方は2980円、4980円、7980円になっています。で、それに合わせてデータ通信量ですね、15GB、30GB、50GB になっています。 でさっき言った使用期限っていうのは、現在ですね、あの、ショップで、えー、公式のショップで販売されているものは、2022年の6月の30日までというものになっています。まあ、ということなので、今すぐね、もしこのシムカードを購入すれば、まあ、8ヶ月ぐらい使えるということになると思いますけれども、まあ、一応ね、えー、料金の計算のは6ヶ月換算にしてあります。で、まずですね、1 5イトで2980円ということなんで、1イトの単価ですね、199円です。 まあ、IIJ-MIO のね、えー、データ通信 1GB チャージすると200円なので、まあ、その辺を考えてもですね、まあ、別に高くない。むしろちょっと安いかなという価格になります。あと1ヶ月換算ですね。まあ、6ヶ月使えるとして、まあ、1ヶ月あたり、えー、497円で 2.5GB 使えますんで、まあ、この辺もですね、ワンコイン以下で 2.5GB もデータ通信が使える契約型の SIM カードって、 まあ、あんまりないんじゃないかなと思いますんで、まあ、データシムにはなりますけれども、この辺を見てもね、かなり料金的にもメリットがあるのはわかると思います。えっ、ー、と、今ですね、日本シムの新しいね、海外ローミングバージョンの、まあ、メリットを紹介してきました。で、料金もね、まあ、非常に安いということだったんですけれども、まあ、ちょっとデメリットもありますので、えーね、紹介していきたいと思います。えっ、ー、と、海外ローミングを使っているということなので、ここに書いてありますけどね、 海外キャリアローミング方式のため、YouTube の場合、海外の広告が表示されますが、日本国内向けの動画は通常よりご覧いただけますということで、まあ、要はですね、これ、海外ローミングなんで、海外の IP になってしまうんでしょうね。で、海外のその、IP からね、接続を、いわゆるその、制限しているサービスとかって結構あると思うんですよ。まあ、これらがそうだと思うんですけどね。だから、YouTube とか、Amazon プライムビデオとか、まあ、TikTok とかね、PayPay とか、そういったものが、まあ、使えないということになります。 まあ、なので、この辺はですね、ちょっとね、使うアプリによっては、使えないものがあるかもしれませんので、注意が必要なんですけれども、まあ、有名なのはね、やっぱり Amazon プライムビデオって、その海外からね、日本の、その日本向けの動画が見れないとかっていうのは、 結構ね、有名な話だと思いますけれども、まあ要はそういうことですよね。海外の IP を弾いてるというか、制限してる、まあサービスやアプリがありますんで、そういったものは、まあ使えないということになります。まあなのでこの辺はですね、もしね、自分がどうしてもね、絶対このね、え、アプリが使えないと、使えないということであれば、ちょっとインターネットなんかでね、そういった海外からそういったサービスが使えるかっていうのは確認してから、まあ日本支部ね、購入された方がいいと思います。 でもう一つですね、使用できないモバイルルーターがありますということで、これ海外ローミングを使ってるんで、また後でね、実際に、ね、スマートフォンに SIM カードを入れて設定をしていきますけれども、要はローミングでデータ通信をするんですね。で、モバイルルーターの中にはそのローミングでの通信ができない端末があるみたいなんですよ。だそういったものですと、やっぱローミングで使えないんで、SIM カードが使えないということになるようです。 だからちょっとですね、そのモバイルルーターの機種なんかを選ぶ感じになると思います。まあ、スマートフォンの場合はね、たいあの、ローミングオンにするかオフにするかって選べますんで、まあ、特に問題ないと思いますけれども、まあ、モバイルルーターで使う方はちょっと注意が必要です。えっと、今ね、紹介しました日本シムなんですけれども、今ちょっとキャンペーンをやっていましてね、まあ、公式のオンラインショップですね、DHA モバイルの公式オンラインストアで、えっとですね、新規会員登録で期間限定クーポンプレゼントということで、 サイト内の好きな商品に使える20%クーポンというね、えー、そういったお得な割引をやっておりますで。こちらの方はね、2021年の12月の31日までということになっていますけれども、まあね、31日までに新規会員登録をすることによって、メールでですね、クーポンコード、その20%オフになるクーポンコードを送ってもらえるということで、 ま、これを使ってさっきのシムカードを購入することによって、さらに安くなるんですよね。えっ、ー、と、しつこいようですけどね、さっきの料金表20%オフクーポンを適用した形の表にしてみました。ここね、20%オフですね。まあ、そうすると、なんと 1GB の単価、あー、ねえー、15GB のシム、ね、カードで159円です。50GB のシムカードであれば、なんと 1GB128 円で利用することができます。 で、期間の方ね、6ヶ月換算で計算しても、おさっきの 15GB ですね、なんと398円で、1ヶ月あたり 2.5GB 使える計算になります。非常にお得ですよね。で、さらにですね、私が個人的におすすめしているのはね、これですね。今ここね、公式のオンラインストアなんですけども、ここにですね、はい。モバイルルーターと、今回紹介したですね、海外ローミングプリペイトシムカードのセットがあります。これがね、結構おすすめですね。 で、付属してくるね、あの、ルーターっていうのは、ファーウェイの E5785 っていうルーターになります。まあ、これはですね、ここにディスプレイなんかもついていて、結構ね、いい、あの、モバイルルーターなんですね。で、実際ですね、これ、ヨドバシとかビッグカメラで、えーまあま、見てもらえばわかると思いますけども、1800円で販売をしています。まあ、だから、ルーターだけで1万円するんですけれども、なんとね、これ、sim カードセットで、例えば15キロパイトね、えー、これは通常2980円の sim カードと、このモバイルルーターがついて、なんと、 9,999円です。約1万円で購入できます。通常ですね、ヨドバシとかビッグカメラでこのね、モバイルルーターだけ購入すれば、それだけで1万800円かかるものが、なんと1 5イトの SIM カードがついて、9,999円です。しかもさっきの20%オフクーポンを利用することによって、まあ約1万円ですからね、20%オフですから、約8,000円、7,999円で購入できます。 7,999円で購入できて1800円のワイルルーターがついて2,980円の SIM カードがついてくる。めちゃくちゃ安いですね。で、当然ですね、このセットになっているファーウェイのモバイル Wi-Fi ルーターですね、E の5785ですけれども、これは当然買い切り方式なので、返却したりするね、必要性はありません。あの、レンタルルーターとは違いますんで、そのままね、例えば SIM カードを使い終わった後も、 まあ、シムフリーのね、モバイルルーターなんで、他のシムカードを入れるもいいし、またね、新たに、そのね、日本シムを購入して買い足すのもいいですし、まあ、いろんな使い方ができると思います。で、ちなみに 300Mbps のね、高速 LT に対応ということで、あとね、16台も接続できるんですね。この辺も非常にね、えー、ルーターとしては、台数ね、接続できる台数多いと思います。あと当然 5GHz と 2.4GHz にも対応しています。で、バッテリーもね、3000mAh あるんですね。だからかなり長時間ね、バッテリーが持つんじゃないかなと思います。 はい。で、あと先ほど言ったね、ディスプレイがついています。本当にしょぼいね、えー、ルーターにはね、ディスプレイがついてなくて、なんかランプがね、えー、LED のライトがチカチカするぐらいのものが多いんですけども、これはちゃんとディスプレイがついていますんで、まあ、アンテナのね、状態とか通信の状態を確認できますんで、この辺も非常に使いやすいと思います。えっ、ー、と、今ですね、公式オンラインストアのキャンペーンですね、まあ、新規会員登録で20%オフで、もともとお得なね、プリペイトシムがさらにお得になる。さらに、まあ、これ数量限定なんで、早めにポジッたがいいと思いますけれども、 まあ、ファーウェイのね、モバイルルーターが付いたセット。これがもうかなりお得です。まあ、これもね、当然20%オフクーポンが適用されますんで、まあ、非常にお得ですよということを紹介しましたけれども。で、さらにですね、今回は DHA モバイルさんよりですね、私のチャンネルの視聴者向けにですね、まあ、皆さんのために もう一個で、ね、特典をつけていただきましたので紹介したいと思います。これも結構すごいですよ。それではね、その特典の内容を紹介したいと思います。まあ、実読娘のスマホ、格安スマホ、活用術の視聴者向け特別キャンペーンということで、なんとね、シム利用期間が2022年の12月31日まで延長してくれるそうです。今ですね、公式のショップで販売しているのは、ここに実物がありますけどね、 まあ通常は2022年の6月の30日までです。まあだから先ほど言いましたと今10月なので、まあ11月、12月、それからね6月までということなので約8ヶ月間利用できるんですけれども、まあそれでも十分長いと思いますけれども、なんとさらに半年間ですね、伸ばしてくれるということになります。まあなので、当然ね、えー、使い切ってしまえばそれはね期間同じになっちゃいますけど、まあただある程度ね、容量があって、まあ長い間使いたい。要は使えなくて無駄になっちゃうっていうことがなりにくいんですよね。 さらにですね、今回のこの新しいね、海外ローミング版の日本シムについては、そのデータ通信料を利用しても低速のシムカードとしてそのまま利用できるんですね。だからもし途中で使い終わったとしてもですね、データ通信料を全部使っちゃったとしても、2022年の12月の31日までは低速回線のシムカードとしてそのまま利用できますんで、非常にお得ですよね。まあ、ただですね、これちょっと一応ね、条件がありまして、対象商品はさっき紹介したルーターセットと、 s シム 15GB、30GB 15、50GB 30 50の、この新しい方の、あの、日本 SIM になります。古いシムカードって言いますかね。以前からあった日本 SIM のカードも販売していますので、そちらは一応対象にならないということですね。だから、海外ローミング版が対象になるということです。で、あと、対象期間は12月の31日までということですね。それまでに発注して、決済を完了した分になります。で、参加方法ですね。このキャンペーンの、まあ、特典を受ける方法なんですけども、 一応、ショッピングカードですね。ま、あこれ当然ですね、アマゾンとかで買ってはダメです。公式の DHA のさっきでてね、DHA のオンラインストアの公式のショップで、ショッピングカードのところにですね、微行を追加っていう欄があります。そこにですね、私のね、え YouTube のチャンネル名ですね、実力娘のスマホ、格安スマホ、格用術を入力していただければ、それで OK ということですね。 まあ同時にですね、さっき言った新規会員登録クーポンも使っても OK ということなんで、さっきの20%ですね、それも適用されるということ要は、得点が被っても OK ということです。まあただ、お一人様1回のみということになります。 それではですね、まあ商品の説明はもうしっかりとさせてもらいましたので、えー、今度はね、実際にちょっと使ってみたいと思います。それではね、シムカード開けていきましょうか。今回ね、えー、開けるのは 15GB というものになります。で、先ほど言いました通り、一応ね、プリペイトシムなんで使用期限が決まっていますので、ここはね、必ず確認してください。今ね、えー、公式のショップで販売しているものは、2022年の6月の30日までというものになります。まあ、ただこれがね、さっき言った私のね、チャンネルの特典を使っていただくと、 ま、あ2022年の12月の31日までになります。えっと、中はですね、ま、あシムカードが入っています。これはですね、マルチカットシムですね。だからシムカードのサイズを気にすることはありません。あとはシムピンが入っていますね。あとは簡単な設定方法が日本語で書かれています。で、法日外国人向けのシムカードって言いますかね。やっぱりプリペイトシムなんで、まあ、いろんな言語で書かれていますね。で、設定の方はですね、ま、あここに日本語で書かれていますので、ま、あこれを参考にしていけば、特に難しいところはないと思います。 やっぱりですね、これ海外ローミングを使っているということで、通常のね、プリペイトシムと違うところは、そうですね、やっぱりそのデータローミングをオンにしてくださいというところがありますんで、まあ、ここがちょっとね、えー、普通のね、ただ APN 設定をして使うね、プリペイトシムと違うところかなと思います。それでは早速ですね、シムカードをね、スマートフォンに入れてみたいと思います。端末の方にね、シムカードを入れてみました。で、説明書に書いてありますとりね、えっ、ー、と、ローミングをオンにすることによって、 まあ普通にデータ通信できますね。で、APN 設定も特に必要ありませんでした。だから SIM カードを入れて、まあその段階でアンテナ立ってるんですけれども、それからですね、あの、ローミングをオンにすることによって、まあ今 4G で R って書いてありますね。だからローミングになっているということです。まあただこれ見ていくと、ここ NTT ドコモになってますんで、やっぱりね、ローミングを使って NTT ドコモで通信をしているということになります。で、APN 設定はね、まあ自動に設定されているんですけれども、まあ一応ですね、m o ドットコ3 c o m h k っていうね、 まあなんか香港の、まあね、キャリアに、まあ接続されているようですね。それではですね、とりあえずスピードテストやってみたいと思います。まあ Google のスピードテストですね。スタートえっと、スピードテストの結果が出ました。ダウンロードは18.8、アップロードが27.5ということですね。まあそうですね、あの遅くはないですよね。まあ本当に爆速っていうこともないんですけれども、 まあ、ただ、このぐらいのスピード出ていれば、まあ、通常利用する分では全く問題ないと思いますね。まあ、ちなみに今はですね、平日の21時52分です。まあ、それでこのぐらいの速度出ていれば、まあ、十分じゃないかなと思います。えっと、それではね、Yahoo Japan のトップページをね、ブラウザで開いてみました。まあ、使う分にはね、スピードも出ていますので、特に問題はありません。 さっきのね、やっぱりローミングで使えないサービスとかね、そういったものがあるということなんですけども、まあ、基本的にね、ブラウジングであれば、そういったことは特に影響はないかなと思いますね。まあ、Yahoo!JAPAN のトップページを見ても、まあ、何かね、おかしいっていうところはないですね。 それではですね、ちょっと LINE のアプリを開いてみました。まあ、ローミングを使ってるということでね、まあ何か、やっぱり LINE ってよく使うアプリなんで、影響があると、ちょっと使いにくいかなと思いましたけども、まあ特に LINE についてはね、えー、そのね、海外のローミングを使っていても、変わりはないですね。これトーク画面ですけども、特におかしなところはないですね。一応、広告表示されてますけど、広告もね、日本の広告が表示されてますよね。じゃあ、ニュース。ニュースを見ていただくと分かる通り、普通にね、日本のニュースがちゃんと出ていますので、 特に問題はなさそうですね。それではですね、そのローミングの時に影響を受けるというね、Amazon プライムビデオアプリで開いています。で、ここにですね、もうすでにね、海外でも視聴可能というふうに書いてあって、これってね、あんまりその日本で使ってる時に出てこないと思うんですけど、 まあだからそのアマゾンプライムビデオの中でも海外からでも見れるものと、まあ日本国内じゃないと見れないものとかね。まあなんかそういった制限があるんじゃないかなと思います。で、ここでもね、海外でも楽しめるっていうなんかね、そういうメッセージが出てますんで、まあやっぱりね、今はローミング扱い、まあいわゆるその海外から接続してるっていう状況で判断されてるんだと思います。で、海外でも視聴可能というね、この動画は見れるんですけれども、まあ例えばですね、えー、これ見てみましょうか。 日本のね、ドラマですけど、これはですね、現在の場所ではこのタイトルをご利用いただけませんということで、まあ見ることができません。まあこれがですね、まあ制限されてるっていう状態じゃないかなと思います。次はですね、あのセットのね、えー、ファーウェイのモバイルルーター E の5785に SIM カードを入れてみました。で、見てもらうと分かる通りね、もう R マーク当たって、一応ローミング状態になってるんですけども、ただここのね、メニューで、今なんかくださいって出てますね。ローミング設定を有効に してくださいというふうにメッセージが出ていますので、まあ、この端末はね結構ねこっからねすぐにローミングがね設定できるんですね。えっ、ー、とこの設定メニューの中にデータローミングっていうところがあります。でこれをね単純にこのオンにしてあげるだけで設定が完了します。 ま、非常にですね、このね、ローミングシムと一緒に使うには結構便利な端末じゃないかなと思います。それでは次はですね、こちら側のルーターにシムカード入れましたんで、ま、シムカードにルーターを入れて、今度 Wi-Fi でね、同じさっきのね、スマートフォンに接続をして Wi-Fi で繋がっています。スピードテストやってみたいと思います。まあ、ちょっと Google のスピードテストがね、表示されなくなっちゃったんで、ーストドッ c o m でやってみたいと思います。 スピードテストの結果が出ました。ダウンロードが36、アップロードが12ということですね。 結構早いですよね。あの、まあ、やっぱり爆速ではないんですけれども、まあ、それでもね、えー、普通に使うには十分ですし、まあ、やっぱり端末によってもね、速度違うと思います。もちろん場所とか時間によってもね、違うと思いますけれども、まあ、なんとなくこのね、ファーウェイのルーターの制度がいいのかわからないんですけども、まあ、スマートフォン単体でやるよりは結構ね、スピードが出てたんじゃないかなと思います。ということで、まあ、今回は DHA モバイルの新しいに 日本シムね、プリペイトシムカードを紹介させていただきました。まあ以前のね、日本シムと比べて、まあ若干割安になったと言いますかね、前は1 0イト2 9 8 0円だったものが、まあ今回ね、まあ海外ローミングを使ってるということですけれども、まあ1 5イトで2980円ということで、まあ同じ価格なんですけれども、少しね、データ通信量が増えたという形になっています。 まあ、あとはですね、その、SMS リマインダーということで、えー、残量がね、データがー、残量が少なくなった時にお知らせしてくれるサービスとか、で、個人的に一番ね、使い勝手に大きな影響を与えているのは、やっぱり低速ですね。えー、この、今回ね、これ15キロバイトの SIM カードなんですけども、これを使い終わった後も、まあ、128キロ BPS の低速ですけれども、その使用期限ですね。まあ、今回私が持っている SIM カードについては、 2022年の6月30日まで、まあ、低速のシムカードとしてそのまま利用できますんで、まあ、ここがですね、一番使い勝手の中では大きいんじゃないかなと思います。で、いきなりですね、このデータ通信量を使い切ってしまって、全くシムカードがね、使い物にならなくなると。そういったことは避けられますんで、これは非常にですね、プリペイトシムの中でも、まあ、使いやすいものになっていると思います。で、あとはですね、ちょっと気になるのはやっぱデータローミングですね。まあ、データローミングだから速度がね、めちゃくちゃ遅いってこともないですし、 まあ、すごく早いっていうこともないんですけれども、まあ、それでもね、えー、日本の格安シムと、まあ、変わらないような速度が出てますんで、まあ、普通にですね、使う分には全く問題はないと思います。もちろですね、やはり先ほど見ていただいた通り、やっぱり一部のね、えー、そういったウェブサービスとかアプリ等でですね、その、海外からの IP 制御をかけているものについては、まあ、使えないもの、あるいは制限されているものがありますんで、まあ、そこだけはちょっとね、どうしてもデメリットになってしまうかなと思います。 それでもですね、まあやはり料金が安くなった部分であるとか、やっぱり低速で通信できるようになったっていうね、えー、そういったところのメリットが非常に大きいので、えー、その辺のね、海外ローミングのところはありますけれども、まあ全体的には良くなったんじゃないかなと思います。で、先ほどね、紹介しました通り、今ね、この DH モバイルの、まあ、オフィシャルストアですね、公式オンラインショップでっていうことになりますけれども、一応ね、新規の会員登録で20%オフ、さらにね、 今、お得なね、え、ルーターとのセット。で、このルーターもですね、この DHA のね、シムカードを使うは、ね、非常に適してるんですね。基本的にルーターの方もシムカードを挿して、あの、ローミングをオンにするだけで APN 設定とか不要ですぐに利用することができますんで、とりあえずこれセットで購入していただければ、まあ、多少操作ね、本当にもう、あの、ローミングをオンにするっていう操作は必要ですけども、それ以外の設定は特に必要ありませんので、まあ、すぐに利用することができます。で、このセットがね、先ほど言った、 1 5イトのね、シムカードがついて、なんと9999 99円で購入できるわけですね。で、さらにここからね、さっきの新規の会員登録クーポンね、20%オフが適用されて、まあ非常にセットで安い価格になりますので、まあね、ルーターが一つ欲しいという方は、まあね、ヨドバシとかビッグカメラルーターだけ買うよりは、こちらで買った方が断然お得になっていますので、まあこちらのお勧めしますね。で、さらにね、今その20%オフのクーポンがあって、 さらにね、私のチャンネル視聴者向けの、あのね、期間が長くなるっていうのがありますんで、最終的におすすめなのは、ルーターとこの 50GB のセット。これがいいんじゃないかなと思います。というのはですね、私のチャンネル名をね、さっきのその備考欄に入れて、もちろんこの公式のショップで買わなきゃいけないんですけども、そこで買うことによって、まあ1年以上使えるわけですね。今10月からだったら1年以上使えるシムカードで、で 50GB で、 で、当然それが20%オフになるので、まあどうせ20%オフのね、クーポンを適用するんだったら、大容量で、かつね、今だったら長く使えるわけですから、一番のおすすめはこの 50GB のルーターセットじゃないかなと思います。まあ価格の方は14,999円というね、まあ約1万5,000円という価格ですけれども、まあ20%オフのクーポンを使用すればですね、約12,000円で購入できます。 ということで、今回は DHA モバイルの新しい日本 SIM プリペイト SIM カードね、紹介をさせていただきました。まあ、12月31日まではね、この20%オフのクーポンも利用できますし、私のね、チャンネル視聴者向けのキャンペーン、期間が長くなるね、キャンペーンもやってますんで、まあ、一度ですね、このプリペイト SIM を、まあね、体験してみたいという方には、まあ、非常にいいチャンスではないかなと思います。 で、こちらのですね、DHA モバイルの公式オンラインストアのリンクは動画説明欄にま記載しておきますので、そちらの方から確認をしてください。またですね、私のチャンネル視聴者向けのキャンペーンについても説明欄の方にね、詳細を書いておきますので、まあ、一応ね、そこを確認してから、まあ、どうせ買うならね、ぜひ私のね、チャンネル名を入力して購入してください。はい。今回は以上です。